はい、大金のことでございます。えー、クラブゲームスの、クラブゲームスのだって、クラブゲームスの放送局内で、えー、いろいろ情報アップされておりましたね。はい。いろんな情報来て、とにかく夢玉がいっぱいもらえるっていうので、1週間くらいで、 えー、最大150個くららいもらえるのかな、はい、その辺はねあの焦ってガチャ引かないでちょっと待つという、えー、夢玉一気にもらえたりするのでしっかり集めてから、えー、ガチャ引くといいんじゃないかなと思いますさあそんな中一番気になる4日の孫えー、っと潜在覚醒の中でおそらく幻の林マ孫林がどれくらい上がるのかっていうのが一番注目どころだったと思うんですけども情報上がっておりました。えー、まずゼンパラ自体が え、20%っていうチームスキルを持ってます。で、シュートキラーは変わらずなんですが、洗剤で潜在スキル自体が結構優秀なのかなと思いますえー。クラブ選手が3人以上いるとえー、全員のパラメータ1%と力属性の日本選手が3人以上いると1.5。と というところそしてキャッチマスターですねキャッチマスターが、えー、ついているので、うん、あの最終的には、えー、と高浮き、低浮きの浮き玉に関しては能力値次第ではないかなと能力値の上昇幅がどれくらい上がるか次第で、えー、止めれていくのかなとただ、えー、地上シュートに関しては結構厳しくなっていくのかなというので、まあ、浮き玉しっかりやっていかないといけないのかなというのとキャッチマスターがついたので弾かなくなったともうここはもう最後あれですねあのフェスかかマボか フェ,スフェスかマボカはもうあの能力値実際上がってみて金曜日、トーマさんの数値を見てから自分はと <laughs> いうかマボバヤシ持ってないんでなんともなんですけど <laughs>、はいうんまあ、絆も2.5、まあ、クラブっていうところで人によって合う合わないっていうのは出てくるかなと思うんですけどあのいい、えー、内容持ってる方はいい内容じゃないかなとで怖さを感じるのは実際の、えー、ステータスの上がり幅を見てからかなと。 思います。はい、今日もねランクまで当たりましたけど強かったですけどね普通にね浮田も普通にロベルト全然キャッチ、ね、2回くらいされてつらかったですけど、はいえー、それで、えー、石崎君ですね、えー ポイントは、えー、スタミナキラー30%っていうので結構大幅な、えー、スタミナキラーができるっていうのと始めたばかりの人だと、えー、即日本の選手が3人いるとっていうので結構軽い、えー、条件で1.5のパラメータそして根性もありますよとでクリティカルの発動これクリティカルが昨今弱くなっているのでクリティカルが5倍発動してもなっていうところかなと。で 美咲くんとまあ南滑高校なんでねまあ、今後の南滑高校の期待を込めて、まあ、これは古武岬期待してみたいなと思いますまあフェス岬と合わせる人いるのかなどうなんだろう <laughs> フェス岬と合わせたら、まあ、相当無敵なんじゃないかなと思いますで次えー、っと浦部くんですね浦部くんに関してはなぜか謎な感じでしたねあのー カジバーなんですけどもまずこれは、えー、これも結構軽,、まあ、軽い系はもう3人だと1.5か2っていうのが標準なんですかねで日本キラーになっておりまして、えー、ドリブルの移動距離が5倍でなぜか必殺技威力プラス50%今 AAB しかなかったような気がするんだけどスライディングボレート S, S とかか出るのかなその辺がちょっとね「夢玉交換所とかそういうのが出て何かそういう何か出んのかな、うん、まあキャラクターの特性として作った感じなのかな。 はい、そしてえ次、こちら翼、30%上がってめっちゃ強いんですけど、5人で30%上がるんで、相当強いんですが、残念ながら、これも中学生が5人いるとなんですよね、5人までなので、中学生やりたい方とかであれば、もう間違いなくこのキャラクターいいかなと、そして2.5というね、絆と根性も持っていて、リカバーがあって、日本選手に対して5%と。 えー、この潜在意識の内容自体は非常に中学生のところを除けばいいかなと思うんですけどもやはり昨今中学校リンクっていうところがあるのできまあただうーん <laughs> どうかなどうかなでもキャラが持ってない人に中学校がうまく集まった人 とかであればまあ、この翼を使ってもいいんではないかなと思いますはい強くはなってるかなと思うんですけどまあ結局こちらもパラメーターどんくらい上がるかっていうのを見てというところかなと思っておりますさあ、えー、まずねこちらまぼう林出ましたけども内容的には2.5上がるってただ1はクラブ クラブですよっていうところとキャッチマスターが付与されたというところで渾身とかえ他の高浮き低浮きとかっていうものではないっていうところなのでえー上がり幅次第かなと戻すどっちを使うか上がり幅次第になるかなとちょっと予測はしておりますはいでえーただうーんそうすると他の幻も条件付きだから多分 JY で1でえそこの属性で1.5みたいなので 幻、まあ、も来るえっと JY の美咲君美杉君は来るのかなレビンだとどうなんだろうなまた変わってくるのかな技の海外選手がいるとで、こっちは絆はスウェーデンの選手がいるとプラス1%とかそうするとナットとかが良くなっちゃうのかなどういうふうなワールドユースの選手がいるととかになっちゃうのかな、まあ、ちょっとその辺ね、あのー、他の今回は4キャラだけの、えー、情報の、えー いただいたんですけども、他のえ、海外の放送局で残りのキャラのえー、洗剤の内容っていうのは告知をしていくそうです。はいまあ、明日とかでね。分かってくるんじゃないかなと思います。 はい、でそうして、機、え、能、ー、のアップデートのお知らせが来ておりました、えー、今までこうバーっと長押しとかしなきゃいけなかったのが一括でマックスができるというふうになって強化がやりやすくなっておりますというところが4日から実装されるそうですでメダルの交換上も、えー、最小、えー、最大が追加されてますというところみたいです。 で、えー、こっちらいいかなと思ったんですけど先週名鑑ーーでもうあの横にスクロールしなくても国籍で絞り込みができるようになりましたよっていうので最初日本から始まってあのレジェンドとかね一番右前たどり着くの大変なのでまあ、ただねあのブラジルと押すとレジェンドのキャラも、えー、合成して見つけてくれるよというようなところになりりまますすははいいいいいこの辺はやりやすくなななっっててけばいいんじゃないかなと思っております。 はい、そしてプレイヤーランクの上限が400になりますというので自分今200いくつだろう50とか、はい、ここサポってるんですがこの辺は、えー、今後ねまた、えー、何だろうなうんランイベとか始まった時に400まで上げた人300とかまで上げた人とか400までね今回上げればまた、えー、一つの、えー、スタミナで、えー、多くの周回できるようになりますのでランイベとかよりになっていくかなと思います。はい そして、えー、世界中のプレイヤーミッションに挑戦っていうのでなんかミッションが、えー、出るみたいですねミッションの中で、えー、前なんだろうな、うん、と YouTube 登録を何人いくとみたいな感じがあったみたいなんですけどこちらで、えー、達成すると夢玉が50個もらえるようなことがあるみたいですはいそして、えー、新キャラ今回出てた新キャラの情報が降りてきておりましたはい えー、ブルノ君ですね確固たる白き壁、えー、スペインのマドリード・ブランコなんですけども。 これは、えー、見た感じも完全にハースキラーとかじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけどハースや高きキラーっていうので、えー、もうディフェンス値見てもらえれば2万4,000でそこにまず読みがちが入った時点でプラス30%というところなので3人が63412というところで7200なので3万1,000超えのディフェンスあるんですけどもさらに、えー、高きに対して40%入ってきますので読み勝って高きでブロック決まれば70%。 ほ、まあ、ほぼほぼ何でも止めるマンですね,これね,多分ね高浮きのシュートだったらなのでハースのシュートもね多分止まってくると思いますただ守備として、えー、致命的な S パスカットが A になってるのでこの辺は今後の常設のキャラクターで組み合わせていくのか、うん、夢玉交換所で S パスカが出るのかっていうのが、えー、ちょっと注目どころかなとで絆に関してはえー、っと2%。 いうところですただですね今回あのー、もう放送局見られた方ならわかると思うんですけどこっちのロベ,ロベルトカロロカロル・カロルスカカロルカロルルス、えー、略してロベカロ、はい、ロベカロに関しては、えー、っと絆3なんですよね工場答えも工場だと思うんですけど工場3%はだいぶ強いんじゃないかなとで使い勝手的には石崎みたいな7.5倍なんですけども、まあ、封印もあるんですが。 うん、ナトゥレーザーのパラメーターを上げるというので、まあ、今後もナトゥレーザー出る前提なのかなとでこの、えー、悪魔のツインシュートはナトゥレーザーと一緒だと思いますのでナトゥレーザーとペアで打っていくというような形ただこちらのキャラクターは、えー、とレジェンドのロベカルの技を移植できないということなので、まあト,うん、トップスピードタックルやハイスピードカットこの辺のいわゆる守備技が A 技になっているので。<laughs> うん、5バックとか4バックでどうかなとただ昨今サイドの、えー、えぐりがあるので守備とし,として機能しないから S 技出ないとただディフェンス技も極端に強いディフェンスもねこれ、うん、とサイド付近で20パー上がったとしても。 うんブロックだけ極端に低いというような形もうブロックが2,0003,000とかになってサイドマスターで8,0009,000のディフェンス値がタックルパスカットに乗ってくるイメージになるとちょっと厳しいかなでもなフィジカルもねこれシュートパワーにめっちゃ多分寄せていると思うんで、うん、数値見てからですがただ力属性の海外選手3人以上いると全員のパラメータ3%というので、えー、フェス。 フェスターナ、えー、マーボーナトゥレーザーマーボーナとロベカロっていう3人の組み合わせで3%乗っていくとあこれ熱いっすね、うん、南米の方としてはたまらないキャラクターの一人ではないかなとただ趣味の部分がすごいドキドキするかなと思いますはい。 はい、そして、えー、これ、<laughs> これ、グランディオスだったんですね <laughs>。さっきのキャラクターもそうなんですけど、わかんないな、ちょっと原作読んでても <laughs>。わかりましたこれ、あ、これはグランディオスだって。はい。あの 前技で出ましたけど、今回即で出ておりますで。今回ドリブルが S 取りついているので非常に使いやすくなってるんじゃないかなとただ今回もタックルは A タックルで、えー、パスカットは A になっておりますので、えー、っと技の方からパスカット移植しないとダメなのかなとで自動パスカット100%になっているのでこれも夢玉交換所でもしかしたら S パスカット出るかもしれないですねはいで即属性のキャラなんですけど、えー、絆の方は3人で2% 即属,属性の海外選手がいると、えー、さらにあのドリコレでよくついていたキャラクターですねこれが3人いると、えー、10%の確率で全員ね味方の自動パスカット発動するっていうので自動パスカ上げやすくなっていくのかなと曽我君と組み合わせてこれを成立させると25%になるのかなうん、はい、まあレビンとかとね組み合わせてもいいのかな、はい、そしてマッチアップで封印これは技のやつと一緒ですよねでプレッシャーもついてるとでパラメータダウンサイズで。 い、うん、いいんじゃないですかね、はい、ただ今回やはり注目だったのがあのロベカロもそうなんですけどリバウールですねついに強いリバウール出たよというところで捨て的には3万9千三3万3万まあ4万4万の5万5千くらいなんですがこれ特技新しいんですかねスタミナが多いほど必殺技技ではなくて えとパラメータータがアップすするというですね必殺技威力ではなくてパラメーターがアップするなので初段の状態ですねらの状態だといくつ35%って70002万32万9000くらい2万9000くらいのオフェンス値ってことか。 でなおかつメイン必殺技が勝利に導く黄金の左足というところでついに510でめっちゃ強い今まで400中盤とか400前半の技が多かったキャラクターなんですけど500超えですね510もう十分じゃないかなと510の短,短期シュートを打てるようになりますのでうんまあ、シュート値がどれくらいなのかなっていうのを見ていかなきゃいけないですけどえ強いかなと。でこれはっと絆が もうこれもね多分これ取っとかないとみたいな感じのあおりの絆ですよね多分あのクラ前回の放送でもそうなんです翼マガジンで、えっと、ナトゥレーザーのクラブと翼のクラブがねつ2キャラピッ,ピックアップされてた画像がね翼マガジンの表紙の下の方にあったんですがクラブの翼が今だと「カタルーニャビート技」の。 もしくは3パールの翼が当てはまると思うんですけども全員のパラメーターがプラス3%上がると3パーキャラ熱いなで結構クラブに寄せていくのでクラブ推しを進めていきたい感じなのかなで軽くスーパーサブが5%パー入っているとまあスタメンでも使えるけどスーパーサブだと、まあ、さらに5%パーっていうところなので、えー、40%パーかな初段だと40%パー上がるとなるほど4 2 83万超えてきますね、はい、うん えー、パラメータ全体で三万三千三万5万1000の40%上げ、うん、7万くらいフェス級ってことか最初の方はフェス級ってことですねはいで、えー、スタミナ消費減少量が、えー、10%ついてますとで根性もついてるっていうので最後の最後まで使い切れますよとでなおかつクラブの翼のパラメータを2%上げますっていうのでもう語るには B の翼 とまあ、最初の方はカタルーニャ B と技の翼くんだと思うんですが後半になって、まあ、もしかしたら今回クリスマスガチャが翼とナットレーザーなのかなそんな気がしてきましたね。 うん、クリスマスガチャが翼とナットレーザーってこれが12月の中旬までガチャ引っ張ってっていうような感じでそこから J リーグが来て復刻が来てクリスマスが来てまあ合間にもね復刻とかあると思うんですけどそんな流れじゃないかなドリコレで翼とナットが出るとは思わないけどさあどうかな。はいただ 3%3% グローバル3周年だから3%なのか工場でも今後3%押して工場も引かせていこうとするのか、まあ、その辺は駆け引きですねちょっと欲しくなっちゃいますねこれい見るとねはいそして、えー、こんな感じですかねはいというところでガーッとね駆け足で見ていったんですけどもリバウールとマボバヤシの情報出てきましたので非常に面白かったなと思いましたはい というわけで、えー、いつもご視聴ありがとうございます。えー、さあ、えー、いよいよね、情報出てきて、なんとなく、まあ、夢玉がいっぱいもらえるというところで、まず、えっ、ー、と、4日の時にお知らせをしっかり読んでいくと。で、そこで、夢玉もらえる日は、と。 条件というのはこういう条件があるよっていうところからガチャ始めていくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。はいまあ、長い1ヶ月になるかなと思うんですけども、えー、なんとなく、ね、こうレアルとバルサーの、えー、戦い、カタルーニャの応していくような方向性なのかなと思っております。はい、というわけで、えー、いつもご視聴ありがとうございます。えー、よかったたたらチャンネル登録よろししくお願いいまますそれではまた